皆さんどうもこんにちは、ちやまです。ちやまのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、こちら後ろにあります全自動竹収穫機を作っていきました。ということで、このね、1段目2段目はね、サトウキビ収穫機になっておりまして、その、さらに上のね、3段目、こうぐるーっと一周ね、竹収穫機がありまして、このね、4面で合計36連の竹収穫機になっております。で、こちらね、こういう形で、まあ、竹と、サトウキビがね、いい感じに集まってきております。この装置ね、作り方気になるとか、前回の中はまだ見てなかったなとかいう方はですね、ぜひ概要欄の方にリンク貼っておりますので、ご覧いただきたいなと思います。まあ、そんな今回ですね、何をしていきたいかと言いますと、まあいろいろね、こう、拠点であったりとか、街の方もいろいろ発展はしてきているんですけど、未だに作っていなかった装置が一つありまして、それがですね、ゴミ箱がないということで、まあ例えばネザーであったらね、もうマグマの方に行って焼却したりだとかね、いろいろしつつ、やりきりしてたんですけど、やっぱりね、ちゃんとゴミ箱がしっかり欲しいということで、こちら、まあ、見た目ね、焼却炉っぽいゴミ箱をね、作ってみました。でですね、まあ普通にゴミ箱作ってもね、まあなんか面白くないなっていうのもあったんで、ちょっとね、ギミックみたいな感じも、2つぐらいつけまして、まずね、まあここは普通にゴミ箱を入れるためのゴミを入れるトラップチェストになっているんですけども、ここにね、不必要なものを入れて、装置をね、動かすと、こういう感じで、燃やしている間だけ火がつきます。そして煙突のね、上を見ると、黙々とね、燃やされているというか、焼却されているというのがわかるようなね、煙を出るように遊び心と言いますか、より焼却炉っぽいイメージでゴミ箱をね、作ってみました。で、今、終わったので、しっかり自動でね、ちゃんと火も消えて、煙突の煙もなくなるという風な、仕組みになっております。ということで今回ですね、こちらのゴミ箱装置、クリエイティブの方で、分かりやすくね、作り方の説明していきたいなと思います。ということで、本日もやっていきましょう。G 山のマインクラフト2022。さあ、ということで、クリエイティブワールドの方に移動してまいりました。そしてですね、今回使用する装置の素材であったりとか個数っていうのも概要欄の方にしっかり書いておこうと思いますので、気になる方はね、ぜひご覧いただければなと思います。ということでですね、まずはゴミ箱を作っていきたいなと思うんですけども、今回ね、作るゴミ箱っていうのが、以前ですね、カズさんが、紹介しておりました世界最小のゴミ箱っていうのがねありまして、今回はそのゴミ箱装置に、さらにねギミックを追加して焼却炉装置という形でやっていっておりますので、まずはね、そのゴミ箱部分を作っていきたいと思います。ということで、まずはね、ゴミ捨てたい場所をね、ここ決めていただいて、ここにね、トラップチェストを設置いたします。続いてトラップチェストの下側ですね、ここに、ホッパーを下向きに設置いたしまして、続いてディスペンサー発射装置をこういう形で設置します。続いてはですね、ディスペンサーの前に大釜を設置しまして、この中にマグマをこういう形で入れてあげます。続いてはですね、こちら今設置した大釜の上にですね、コンパレーターをこういう形で設置いたしまして、その前に下向きで粘着ピストンを設置します。続いて顔がね、大釜の方に向くようにオブザーバーをね、設置いたしまして、続いて大釜の下から顔が向こう側向くようにオブザーバー、こういう形で設置します。そして先ほど設置しましたオブザーバーの後ろにですね、不透過ブロックを設置しまして、なんとこれでゴミ箱自体はね、完成となります。ということで、これがですね、以前カズさんが紹介しておりました、まあ、世界最小のゴミ箱というやつですね。めちゃくちゃ簡単です。まあ、補足にはなるんですけど、もしこうね、地面をこう隠したいなという時にこうなってくると、多分ね、ちょっと浮いた感じになってしまうんで、地面を隠したいなっていう場合だと、多分ここにもう一個ね、ホッパーを追加してあげて、ここに、トラップチェストね、つけてあげれば、
床の高さをここにすることができるので、外見はこのトラップチェスト1個でゴミ箱として成立するという感じにできるんじゃないかなと思います。形としてはね、これが世界最小ということで大変素晴らしいものなんじゃないかなと思っております。ということでね、これ試しにこうアイテムをね入れてあげると、こういう感じで、コンパレーター感知しまして、クロック回路が動いて、この発射装置が動いて、この大釜の中で処理されていくということで、こういう感じになってますね、動きとしては。 OK、 G 山のマインクラフト2022。では続いてですね、このトラップチェストに、焼却したいものを入れると、今度ね、この目の前で火がつくという演出のギミックを作っていきたいと思います。ということで続いてですね、ホッパーの横にこちらブロックなんでもいいので、まあ、一旦装飾用としてね、滑らかにし置かせてもらってます。その隣にネザーレック一つ設置いたします。そして仮ブロックちょっと置いてもらって、このネザーレックの前に向くように発射装置ディスペンサーを設置いたします。そしてですね、この中に火打ち石と内金をね一つ入れておきます。では続いてオブザーバーを設置するんですけども、顔がねこのコンパレーターの向かうように設置いたしまして、この隣ですね、ここに不透過ブロック2つ設置いたします。そしてこのディスペンサーの隣にも不透過ブロック設置します。そしてオブザーバーの上とこの下ですねにレッドストーンダストを設置しまして、不透過ブロックに向かってレッドストーンリピーターをこういう形で設置します。そうするとですね、こちら燃やしたいアイテムを、入れてみると、こういう感じでこのコンパレーターに反応しまして、オブザーバーが検知して動力をねここに伝えるので、発射装置から火打ち石のやつが、ネザーレックの上についてこういう形で着火してくれます。 OK、 ここをですねソウルソイルにすると、こういう感じで青の方にすることもできるので、今回の場合ですね焼却炉ということで、まあ、赤の方がそれっぽいかなということで、ネザーレックでねやっていこうとは思ってるんですけど、まあ、好みでこういう形でやっていただいてもいいかもしれないですね。続いてですね、こちらの焼却したいやつがなくなったら、今度ね火がですね自動に消えるように装置を組んでいきたいと思います。ということでまずはですね、こちら仮ブロックをこの位置に設置しまして、この下からね仮ブロックに向かうようにオブザーバーをこういう形で設置します。続いてリピーターをですねこっち側この位置に設置していただいて、遅延最大にしておきます。こういう形ですね。そしてこのオブザーバーの下側にですね不透過ブロック設置していただいて、レッドストーントーチをね設置します。そしてさらにそのトーチの上に不透過ブロックを設置しまして、今設置しました不透過ブロックの上に上向きでこういう形で設置いたします。そうするとこのトーチが今光って、ここでね動力が伝わっているので、粘着ピストンが伸びた状態で設置されていきます。一度動かしてみると、こういう形で一旦ねここ燃やされて、こういう感じですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、今ね燃やされてて、このクロック回路でねずっと動力が出てるんですが、統合板の場合はですねここを遅延させていると、こう動力が出っ放しになるので、ピストンがまあ基本的にずっと上がったままになるんですね。で逆に、アイテムがなくなってクロック回路が収まると、ここの動力が切れるので、その時にこの下のオブザーバーが検知して一度ねトーチの動力反転しますね。そうするときに一度粘着ピストンが下にグッと下がるときに炎が消えまして、そして、トーチの力で基本的にはずっとつきっぱなしなんで、また上に上がります。そうすることでこの状態でまた消えてくれるという仕組みになっております。ちょっとね、ややこしいこと言っているので、ちょっとね伝わりづらかったらちょっと申し訳ないんですけども、一旦ねこういう形で起動するということで覚えておいていただければなと思います。でこのやり方はですね多分、統合版は使えるんですけど、 Java 版やと多分普通にこのクロック回路が起動してしまうので、ピストンが上下にずっと動き続けてしまうので、
多分 Java やとこの装置は多分使えないということで、あ、もしね Java 版の方で見てる方おりましたら、ちょっとねご了承いただきたいなと思います。 G 山のマインクラフト2022。さあ、ということでこれでですね、ゴミを入れると着火してゴミがなくなると消えるというギミックが完成いたしました。続いてはですね、ゴミを入れると、黙々と煙が出るという演出のギミックを作っていきたいと思います。じゃあ続いてですね、こちらのオブザーバーですね、この後ろ側にドカブロック一旦設置していただいて、ここにリピーターをね遅延最大で設置いたします。まあ、ここと同じような形ですね。こう降りてくると動力がパッとここに伝わるという形になります。そこから上にですね、トーチタワーで動力を伝えていきます。こういう形になりますね。そしたらば続いて粘着ピストンね、こういう形で設置してあげます。そして粘着ピストンに向かってフルブロック設置してあげまして、続いてこの下側のね、ここの粘着ピストンの上に俵を設置しまして、その上に焚き火を設置してあげます。そうすると、こういう形でね、煙がこのフルブロックがあることによって、ストップしておく、ということでゴミをねこの中に入れてあげるとしっかり起動しまして、煙が上にグーッと上がっていきます。そしてアイテムがなくなるとこういう形でしっかり、動力がねまた伝わりまして、煙がストップするという形になります。ということで、こういう形でね、世界一小さいゴミ箱を改良いたしまして、見た目も面白いね焼却炉作りを紹介していきました。 G 山のマインクラフト2022。はい、ということで今回ですね、カズさんが以前紹介しました世界最小のゴミ箱を、さらにねギミックを加えまして、こういう形で焼却炉装置というのを紹介していきました。まあね、こういう形で、ギミックをね追加して面白い装置にね仕上がったんじゃないかなとは思っているんですけども、まあここまで大げさにしなくてもねいいと思うんですけども、ぜひねゴミ箱の部分だけでもね参考にしていただければいいんじゃないかなと思っております。で、改めてねこちらの世界最初のゴミ箱装置の参考にさせていただいた動画は、概要欄の方リンク貼っておりますので、ぜひねご覧いただきたいなと思います。ということで、今回ねこの辺で終わりにしたいと思います。今度が良かったよとか参考になりましたとか面白いですねとか思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。